ニダはリトアニアクライペダグンネリンが基礎自治体で最も大きな町。世界遺産でもある国立公園クルシューサスの中央部付近に位置する。この町の南にはロシア連邦カリーニングラード州との国境がある。町は観光地として有名で、夏季にはリトアニア、ラトビア、ロシアやドイツから5万人を超える観光客が押し寄せる。町のバルト海側はリトアニア側から ロシア側までずっと砂浜が続いている。内海側には観光漁港がある。ロシアとの国境線付近には砂丘が広がっており、街の南西に砂丘を望む展望台がある。展望台からはロシアとの国境線付近やロシア側の監視塔などを見ることができる。スミルティネからのバスが到着するバス停前に観光案内所あり。19世紀の後半。 ニダの砂丘の風景は、ケーニヒソベルクの美術学校で学んだ風景画家や動物画家たちに人気のある場所となった。また、表現主義の画家たちも、ヘルマンブローデが経営する地元の宿屋を中心に、ニダで活動した。ニダで活動した画家には、ロビス・コリントやマックス・ペキシュタイン、アルフレート・リヒトバルク、カール・シミット・ロットルフ、アルフレート・パーティケルラがいた。ケーニヒソベルクの画家、 ユリウス・フライムートや、エドアルト・エドアルト・ビショフも、ニダを訪れ、文学者のエルンストビー・ヒエルトやカール・ツックマイヤーも、ニダを訪れた。画家たちは、ブローデの旅館に滞在し、時として、ブローデに作品を残した。第一次世界大戦後の1929年に、作家のトーマス・マンは、ニダを訪れ、夏の別荘を建てて1930年から1932年の、 間、家族と夏を過ごした。ありがとうございます。